次に、ヘアシミュレーションの作成方法をご紹介します。こちらの動画のように、人型のモデルの頭に髪を作成し、数の影響を受け、なびくシミュレーションを作成します。では、今回も初めに、簡単に作成方法をご紹介し、その後にフーディニを用いて詳しい作成方法をご紹介します。まずはじめに、髪の毛を作成するための部分を人型のモデルから作成します。そして、髪の毛を作成する数と作成する場所を指定するためのポイントをスキャッターによって作成します。ここでは2つのスキャッターを作成することをお勧めします。各スキャッターで作成するポイントの数を変更することによって、確認用の軽いシミュレーションと本番用のシミュレーションといったように、ノードをスイッチによって切り替えることができるようになり、確認と本番の切り替えが非常に容易になります。次に、髪の毛の色を設定するために、ポイントに対して色を設定していきます。以上のポイントの設定が終了したら、各ポイントに対してコピーノードを使用してラインを複製、シミュレーション用の髪の毛を作成します。このままシミュレーションを行ってしまうと、すべてのラインが落下してしまいます。それを防ぐために、ラインと頭皮が設置しているポイントが動かないように固定する専用のグループを作成します。そして、作成されたラインに対してコンストレインを設定。さらに、先ほど作成したグループを使用して、髪の毛の根元を頭皮に固定します。以上で、シミュレーションの準備が整ったので、ソルバーによってシミュレーションを行います。シミュレーションが完了したら、こちらのライン、髪の毛に対して太さを設定します。ここで太さを設定する理由としまして、太さを設定しない状態でレンダリングを行った場合は、このように非常に太いラインがレンダリングされてしまいます。それを防ぐため、太さを設定します。太さを設定すると、このようにレンダリングすることができます。では、その準備として不要なアトリビュートを削除します。このようなレンダリングを行うための準備としまして、不要なアトリビュートを削除します。その後に各ラインに対してスイープを使用し、太さを設定します。そして最後に元のモデルと髪の毛をマージします。以上の工程で部屋のシミュレーションも作成します。では、詳しい設定方法をフーディニを用いてご紹介します。では、こちらも最初に説明した2つと同様に、オブジェクト階層でジオメトリノードを作成し、名前をヘアに変更します。そして変更できたらダブルクリックで中に入ります。今回は、人型のモデルの頭の部分に対して髪の毛を作成し、シミュレーションを行うため、髪の毛を作成する部分を人型のモデルから抽出します。今回はこちらも前もって準備したノードをコピーして使用します。こちらは、髪の毛を作成する部分のみを抽出したモデルとなります。使用する部分の抽出ができたら、ノーマルストップを作成し接続。髪の毛を作成する際の向きを設定する方線を作成します。こちらの設定ができたら、髪の毛を生やす部分、本数を設定します。今回は髪の毛にある程度の密度が必要になります。そのため、シミュレーションにある程度時間がかかってしまいます。そこで今回はシミュレーションの確認用の密度の低いモデルと実際にレンダリングを行うための密度の高いモデル、こちらを2種類作成しておきます。まずスキャッターソップを2つ作成し、各スキャッターをノーマルと接続します。では実際にポイントの設定を行います。まず1つ目のスキャッターを選択し、名前をテストアンダーバーポイントに変更。ディスプレイフラグを立てます。少しポイントが見づらいので、テンプレートフラグを無効にしておきます。こちらは、シミュレーションの確認用、テスト用のモデルとして使用するためのポイントとなります。そのため、フォーストータルカウントの値を少なめの500に変更しておきます。次に、2つ目のスキャッターを選択し、名前をファイナルポイントに変更します。そして、こちらにもディスプレイフラグを立て、実際のレンダリングを行うため、ある程度、密度の濃いポイントを作成するために、フォーストータルカウントの値を5000に変更します。これでテスト用のポイントとレンダリング用のポイントが作成できます。新しくスイッチソップを作成し、各スキャッターと接続、ディスプレイフラグを立てます。スイッチのパラメーター内のセレクトインプットを変更することによって、入力されているスキャッターを切り替えることができます。シミュレーションの作成には密度の低いポイントを使用するため、セレクトインプットは0にしておきます。ポイントの準備ができましたので、次に髪の毛に色をつけるために、ポイントに対して色を設定していきます。こちらの設定もあらかじめ作成したノードをコピーして使用します。ノードの設定を詳しく確認したい場合は、配布いたしますデータをご確認いただければと思います。
これで髪の毛のベースとなるラインを作成する準備ができましたので、髪の毛用のラインを作成します。新しくラインソップを作成し、レングスを 0.1、ポイントを30に変更します。こちらの設定ができたら、新しくコピートゥーポイントソップを作成し、モデルを複製します。先ほどのバルーンのサイト同様に、第一入力に複製する元のラインのオブジェクト、そして第二入力にポイントを入力します。こちら接続ができましたら、ディスプレイフラグを立て、結果を確認します。すると、色付きのラインが複製され、シミュレーション用のモデルの準備ができます。では、ここから実際にシミュレーションを行うための設定を行います。まずは、バルーンのサイト同様に、髪の毛を固定するための位置を指定します。これを指定せずにシミュレーションを行った場合には、すべてが抜け落ちてしまいます。そのため、頭皮とラインの視点を固定します。では、固定するためのポイントを指定するグループを作成します。新しくグループエクスプレッションソップを作成し、コピートゥーポイントソップと接続、ディスプレイフラグを立てます。接続ができたら、グループタイプをポイントに、グループネームをピンに、エクスプレッションの右側の三角マークをクリックし、ファーストポイントオブプリミティブを選択し、入力された各プリミティブの視点をグループ化します。こちらシーンビューを確認してみると、頭皮とラインが設置している部分、つまりラインの視点のポイントのみがグループ化されているのがわかります。ここで指定したポイントを使用し、髪の毛を固定します。では、次にコンストラインを作成します。タブキーをクリックし、VCH と入力、ベラムコンフィギュアヘアを作成し、ヘアのコンストラインに最適化されたベラムコンストラインソップを作成します。作成できたら、第一入力をグループエクスプレッションソップと接続します。そして、パラメータ内のピントゥアニメーション内のピンポイントに対して、先ほど作成したピンを指定。そして、髪の毛のしなやかさを設定するために、ベンドの項目内にあるスティフネスの値を 1×0.000001 のスケーリングに変更します。これでコンストラインの設定は終了となります。次にシミュレーションを行います。新しくベラムソルバーソップを作成し、各入力を接続します。そしてこちらも先ほどと同様にサブステップの値を4に変更。そしてこちら下側における重力の値を少し変更するためにフォースのタブにあるグラビティの Y の値、こちらをマイナス5に変更しておきます。この状態でベラムソルバーソップにディスプレイフラグを立て、シミュレーションを動かしてみます。すると、髪の毛が重力に従って落下するシミュレーションを作成することができます。こちら、このままですと、人型のモデルとの衝突が一切行われません。そのため、人型のモデルをコリジョンオブジェクトとして入力していきます。タイムスライダーを一度戻し、一番上の人型のモデル、こちらの出力と、ベラムヘア1の第三入力を接続。人型のモデルをコリジョンオブジェクトとして設定します。この状態でタイムスライダーを動かすと、先ほどとは異なり、人型のモデルと衝突する髪の毛を作成することができます。では、こちらに対して外力として風を追加し、動きを複雑にしていきます。先ほどのバルーンのサイト同様に、ベラムソルバーソップをダブルクリックし、中に入り、新しくポップウィンドウドップを作成します。そしてこちらとヌルを接続。ポップウィンドウドップのパラメータ内のウィンドウベロシティの値を3、0、0に変更します。そしてさらに風にノイズを加えるため、ノイズのタブ内にあるアンプリチュードの値を 0.5 に変更します。これによって髪の毛のシミュレーションに対して外力の風を加えることができます。しかしながら、このままでは常時風が当たっている状態になってしまいますので、こちら一部のタイミングのみで風が当たるように編集していきます。その設定は、こちらアクティベーションのパラメータで設定することができます。こちらにキーフレームを打ち、外力が適用されるタイミングを調整します。こちら、先ほどと同様にキーフレームを打つためにタイムスライダーを動かすとシミュレーションが動いてしまいますので、こちらマニュアルに変更しておきます。その状態で一度39フレームまでタイムスライダーを移動。アクティベーションの値を0に変更し、オルトキーを押しながらパラメータをクリック、キーフレームを打ちます。そして40フレームに移動し、
アクティベーションの値1に変更し、再度オルトキーを押しながらパラメータをクリック、キーフレームを打ちます。そして次に200フレームまで移動し、アクティベーションの値を0に変更、オルトキーを押しながらパラメータをクリック、キーフレームを打ちます。そうすることによって、40フレームから200フレームまで数の影響を受けるシミュレーションを作成することができます。一度 U キーをクリックし、トップ階層に明かり、タイムスライダーを1に戻し、こちらマニュアルをオートアップデートに変更し、シミュレーション結果を確認してみます。このように最初は先ほどと同様に、髪の毛が下側の力に従い落下し、そしてこちら40フレームに差し掛かったタイミングで、このように数の影響を受けるといったようなシミュレーションを作成することができます。これでシミュレーションの設定は以上です。では次に、作成された髪の毛に対して太さを戻させていきます。タイムスライダーを1に戻します。次に、作成された髪の毛に対して太さを持たせます。そのための準備として、不要なアトリビュートを削除します。クリーンソップを作成し、ベラムソルバーソップの第一出力と接続。ノードをクリックし、パラメータのリムーブアトリブズというトグルを有効に。こちらに対して、アスタリスク、スペース、ハット、大文字 C、小文字 D と入力します。そうすることによって CD 以外の不要なアトリビュートを削除することができます。これで準備が整いましたので、髪の毛に対して太さを設定していきます。今回はスイープソップを使用して太さを設定します。新しくスイープソップを作成し、クリーンソップの下側に接続。ノードを選択し、ディスプレイフラグを立てます。ディスプレイフラグを立てましたら、サーフェスシェイプをラウンドチューブに変更。スケールの項目内のアプライスケールアロングカーブのトグルを有効にします。すると下側のランプパラメータが操作できるようになります。今回はこちらのランプパラメータを使用して毛先が細くなるように設定します。ランプパラメータ左側にあるこの下矢印をクリックすることで、このように大きく表示することができます。そしてこちら一番左側にあるアイコンをクリックし、こちらバリューの値を 0.001 に変更します。そして一番右側にあるアイコンも選択し、こちらバリューの値を0に変更します。そうすることによって、このように各ラインに対して太さを設定することができます。しかしながらこれでは細すぎる部分が非常に多くなっているため、髪の毛の7割くらいは太さが 0.001 になるようにポイントを追加します。ランプパラメータの項目上で一度左クリックをし、新しいアイコンを追加します。そしてこちらポイントを 0.7 に変更。そしてバリューの値を 0.001 に変更します。そうすることで毛先のみを補足することができます。こちらの設定ができたら、モデルを細分化するためにサブディバイドソップを作成し接続します。そのため、このサブディバイドのノードと人型のモデルを選択し、アウトプットをオルトキーを押しながらドラッグ&ドロップ。そうすることによって、オブジェクトをマージすることができます。そしてこの状態でタイムスライダーを動かしてみると、ラインのみでシミュレーションを行っていた動きを継承し、太さを持ったモデルを動かすことができるようになります。しかしながらこちらはテスト用のポイントを使用した結果となります。そのため、本番用、レンダリング用のポイントに切り替える必要があります。一度タイムスライダーを1に戻し、スイッチを選択し、セレクトインプットを1に変更します。そうすることによって入力が切り替わり、密度の濃いレンダリング用のスキャッターに入力を切り替えることができます。これによってシミュレーションを行うことにより、本番用のシミュレーションを行うことができるようになります。以上が部屋の設定方法となります。